番台で、5番が行きました。日が落ちるね、少し行けば、ええですけれども、30分ぐらいじゃないかな。5番街、落ち着く、ロックフェラーセンターのところでね、行ってみようかなと。12月はね、結構なんとか、もう1回ね、すでに、各国技術のところでね、ご紹介もしてますが、なんとかね、ご案内しようかなと思ってます。今日起きたのは、実は昨日、点灯式で、あのロックフェラー あのクリスマスツリーですね、があったので、まあ、そこをちょっと、まあ、今年の2023年、クリスマスツリーの様子を皆さんにご紹介するのと、思ってます。今ね、5番街の今これ52丁目ですね、53のところに、モマがあって、そこでね、まあ、今地下鉄通りました。で、このままね、南の方にね、下っていってはいるんですが、今ね、左手の方にカルチエがありますね。で、その向こうに、セントパテリック教会があって、ちょっとね、ライトアップ、されてるの見えますかね。今年はね、あのクリスチャン・ディオールと、サックス・フィルスのっていうようなちょっとね、コラボチックな感じの、ライトショーがね、毎日行われてます。まあ、それはね、もうすでに、ご紹介もしていますけれども、まあ、まあ今ちょっとね、映像入れましょうか。こんな感じです。まあ、今はね、まだちょっと真っ暗にはなってないので、ライトショーはね、ちょっとさておきみたいような、もうちょっとかな、暗くなってから多分あのライトショー始まるんですね、というような感じで、このまま5番街降りて、もう全くクリスマスの雰囲気になっちゃいましたね。で、ここに今ベクシーがありますね。で、ロックフェラーセンター、アイスケートリンクのところ、そしてクリスマスツリーのところ、ちょっとね、まあ、この日が落ちる手前のところ、ぐるっと、回りながら、少し暗くなったところでね、また一周ぐるっと回ろうかなみたいにね、思ってます。しばらくの間はね、相当混み合う、この辺り近辺っていうような感じです。今ね、右手の方にラジオシティがね、ありますね。ラジオシティ、あそこから、トップザロック、これもね、あのちょっと前にね、紹介してますね。まあ、ちょっと映像を伝えますか。こんな感じ、で、トップオブザロックのね、展望台の、入り口がね、あります。はい、今左側に、はい、セントパトリック教会、ちょっと引いて映しますか。こんな感じですね。はい、ちょっと写真間に挟みながら、行きましょうかね。ちょっと後ろからだとちょうどセントパトリック教会とここなどというそんな感じ。はい、じゃあこのまま知らずに、様子見せながら行きますか。はい、ライトアップされてますね。はい、でクリスチャン・ディオール&サックスってね、出てます。だから、あのショーウィンドウのところも例年に比べてちょっとね、様子がね、いつもなんかきらびやかなイメージがあるんですけど、今回はちょっとクールな感じの、ショーウィンドウになってますね。はい、というようなところで、はい、
Cutie. Zoya? Let it be known. Let it be.この前までね、ロバート・インディアナの、ラブがね、ここにあったんですが、あ、綺麗ですね、はい、なかなか絶好調な感じ。これね、もうちょっと暗くなってから写真撮ろうかな、そういう感じですかね、はい、ちょっと一周このまま待ってみますか、はい、Okay.